しみ、今日も見直しにやってきました。はいはいはい、夏といえば海、海といえば江ノ島ということで、今日は江ノ島の海の家西ヶ浜ディープに来てます。あ、すいません、めちゃくちゃ辛い、担々麺とウーロン茶。おー、これですか。来ましたー。ここにカスタムできるこの唐辛子、ラー油、そして山椒。じゃあここに唐辛子まず入れとこうかな。出来上がりました、完成。ちょっと唐辛子足らなかったんで、もうちょっと入れろ。これでいいだろう。いただきます。まずね、この唐辛子を一気にかき回していきましょう。スパイスですよ。クレイジー担々麺とかしますね。今日はちょっと友達と来てるんですけど、海に来てるんですけど、ちょっと辛いのはどうですか？苦手です。辛いのはまあ全然いけます。普通の、はい、はい、じゃあちょっと食べて。じゃあ、はい、はい。無理ですか？大丈夫ですか？大丈夫。これ一般の方が食べるとこんな感じになりますね。ちょっと気をつけてください。はい、あんまりちょっと唐辛子の入れすぎはダメみたいですけど、はい、じゃあ残りの麺をすすっていきましょう。あれ、ひき肉と唐辛子がもうダマになって、もう団子みたいになってますけども、ひき肉ボール。ナッツだ、ナッツが入ってますね。うん、程よい山椒が、しびれが効いてて美味しいですね。はい、じゃあもうちょっと残りわずかなんで、この激辛バトルにピリをつけたいと思います。うん、もうお腹痛くなってきたわ。マジで。牛乳飲んだよ。ちょっと入るから終わりますね。うん。うん。うん。はい、というわけで湘南汁なし担々麺激辛、食べたんですけれども、ハバネロとかブートチョロキア系のそういうヤバい唐辛子は使ってないんで、まあ、それほど辛さは、なかったです。まあ、ひき肉に、なんかナッツとか入って食感も美味しく、すすれました。それでは辛さの発表していきましょう。江ノ島西浜海の家ディープさんの湘南汁なし担々麺、辛さレベルじゃらーん、じゃらん、辛さレベル2でーす。おめでとうございます。向けの辛さではないと思うんですけども、で、まあ、そんなにこうお腹が痛くなるような辛さではないんで、ぜひチャレンジしてみてください。あのね、別に唐辛子とか山椒は自分で調節できますんで、激辛挑戦したいなという方はぜひ、この夏遊び来てみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかとは詳しい人ますね。
フォローお願いします。この夏は激辛で乗り切る。